皆さんこんにちは、任天堂の青沼です。私は今コミコンに参加するためにこのニューヨークに来ています。予定がいっぱいでなかなか自由な時間が取れないのですが、新しいゼルダのことを皆さんにお伝えするためにこっそり抜け出してきました。でも米国任天堂のスタッフに見つかると連れ戻されてしまうので気をつけないといけません。どうやらここまでは追ってこれないみたいですね。リンクの新しい能力を一か八かで真似してみましたが、どうやらうまくいったみたいです。皆さん改めましてこんにちは。ゼルダの伝説の最新作A Link Between Worlds、 もうすぐ北米で発売開始です。懐かしのトップダウンビュー、これまでにない新しいアイテムシステムや今ご覧になられたような壁に入る能力を駆使してリンクと一緒に冒険に挑んでください。無事逃げ切れたみたいですね。皆さんにゲームの話ができてよかったです。私はもう少しここの風景を楽しんでからスタッフの元に帰ろうと思います。ゼルダの伝説神々のトライフォース2は11月22日発売です。ご視聴ありがとうございました。どうやらここまでは追ってこれないみたいですね。リンクの新しい能力を一か八かで真似してみましたが、どうやらうまくいったみたいです。皆さん改めましてこんにちは。ゼルダの伝説の最新作A Link Between Worlds、 もうすぐ北米で発売開始です。皆さんこんにちは、任天堂の青沼です。私は今コミコンに参加するためにこのニューヨークに来ています。予定がいっぱいでなかなか自由な時間が取れないのですが、新しいゼルダのことを皆さんにお伝えするためにこっそり抜け出してきました。でも米国任天堂のスタッフに見つかると連れ戻されてしまうので気をつけないといけません。懐かしのトップダウンビュー、これまでにない新しいアイテムシステムや今ご覧になられたような壁に入る能力を駆使してリンクと一緒に冒険に挑んでください。